大阪市内にはね、連邦公園もほとんど残ってないと崩されたか、まあね、個人の持ち物かでね、なかなか見れないんだけど、残ってないんだけどね、綺麗なやつは。うわす、こんな違うんかいね。ここ、こんな暑いの今日。暑い。天守はどこだ？天守は。ね、はい。天守はです、ここは。ここは武道で入れんのやろ？はい、ちょっと入ってみましょう。なんか店がいっぱいできてるね。今日は平日の今9時半ぐらいかね。ゴラゴラやけど、反対側にね、アポロビルがわからんな。もう全く変わってますわ、ね、そらそのはずやわ。何年や、1970年代やったかね。70年代から80年代ですよ、よく来たのはね。そこ横の美少園やったかな、 JR のそこの近くに寮があったんでね、会社もあったんだけど、よく来ましたけどね。アパホテルができてる、そこほらアパホテルが、はい、で横はドン・キホーテ。ほんまに広いね。ここ中は歩かれへんのかね、養生所だってんだ。こんにちは、こんにちは。逃げんでもいいやんか。逃げられました。はい。ああ、動物園がそこやな。ということはこっちやな、あっち。前方公園はこっちやろ。だけどね、行きはどこ行ったんだろう。あれは通天閣か。通天閣ね、さっぱりわからんね。見ないとわからんわな。いやー、あのお兄さんええとるわ。ここに来てるよ、わからん。これさっぱりわからんわ。ここに走ってるから、こんなとこあったっけ。だから川があったのが記憶あんねんけどな、そのあの下あたりに。来たことないのかもしれないね。いやー、これわからんわ、これ。いやー、どうや。これで確認できないかね。微妙やね、これ。これが前方後円墳って言われたらそうやけどね、ちょっと形が微妙やね。これ前方後円墳ですか。何すか。これ前方後円墳ですか。いやちょっとわからないですね。あ、そうですか。キャブス山行って、あの徳川家康が、はい、夏の陣の時に、はい、本拠を置いたとこやけどね。これ陣構えたとこですか、はい、あ、なんか見た感じは、そこに、はい、一心寺であるでしょ、はい、あそこはそうです。あ、そうですか、ありがとうございます。お詳しいですね。形はなんか横から見るとそんな感じなんですけどね。で横に号があるんでね、うん、ちょっとその辺はわからない。すんまへん、そ墓ばっかり探し回ってまして、ありがとうございます。はい。墓は奈良の方行ったら何もでもあるけど。全部回りました、ほとんど。回りました、ね。もう 100% 回りました。ね、だからもうわからんとこだけ今回ってませんけどね。はい、ありがとうございます。すみませんでした。早のび挑戦を上がってみましょう。ちゃんと円墳残ってませんか、これ。ほら、ちゃんと残っとんやけどね、誰の墓かわからんのやってね、これ。
三味線は早い。本来ならここに石棺が見られてるんだけどね。大阪夏の陣の陣か陣跡はこの辺にね、石棺が見えてるんじゃないかとおかしいけどね。あら、見えないな。1615年。もうその頃は、その頃はもう全然ね、世の中ね、古墳の時代じゃないんで、もう忘れておりますわな、みんな。もう。ということは、沢田いくらの陣があったわけよ、ここに、夏の陣で。そう知らないんだね。はい。知りませんでしたね。僕も沢からね、これじゃ。横から見てみようか。しかあそこが円墳っていうことになると、どうなんだろうこれ。おお、ここから綺麗に見えるかね。さっき上で亀が産卵してたけどね。え、この亀と一緒やわ、あの柄が。上から降りてくるやつは立てたけど、はい、上からやつは戻ったらいいの。また上がってくるの。戻ったらいいんですか。戻ったらいいの。あの、ま、昼から雨降ったから大丈夫。降りてくる。平分が分かりませんでしたね。橋渡ってみますか。これ綺麗な橋でございますからね。新しいですこれね。通天閣が綺麗に見えますし、ここらこれ分かりませんわ。ここだね。Yeah.